ミッキーマウス、ミッキーマウス、ミッキーマウスは、ウォルト・ディズニーとアブ・アイ・ワークスが生み出し、1928年、昭和3年11月18日にスクリーンデビューした、アメリカ文化のシンボル的キャラクター。もともとは、モーティマー・マウスと名をつけるつもりだった。1927年、ニューヨークの映画プロデューサーで配給業者でもある、チャールズ・ミンツ、チャールズ・ミンツは、 オズワルド・ザ・ラッキー・ラビットの制作をウォルト・ディズニーへ指示する。オズワルドはミンツの手によってユニバーサルで配給され成功を収めた。このためディズニー側は制作費の値上げを求めた。この要求は拒否され、またキャラクターの所有権がユニバーサル側にあることを突きつけられた。交渉は決裂し、ディズニーは契約更新を拒否される。さらにミンツによる 従業員引き抜き工作が起こり、ウォルトとアブはオズワルドに関するすべての権利に加えて、有能なアニメーターを手放すこととなった。ウォルトディズニー、アブアイワークス、ウィリフレッド・ジャクソンは、オズワルドの制作を継続しながら別作品の企画を余儀なくされる。この企画で、ミッキーマウスが生まれた。ウォルトは飼いならしたネズミをよく研究し、彼がミニキーと思っていた耳、口、 足などを大きくし、ポイントをつけ1927年にミッキーマウスを考案したという一般に知られるエピソードは書くので、ある。そもそもウォルトはプロデューサーであり、アニメーターではない。アブ・アイ・ワークスはミッキーを奪ったと次第に、共同経営者のウォルトを憎むようになり、ディズニーと決別し、自身のスタジオを持つに至る。 ウォルトはもともとミッキーをモーティマーと名付けるつもりだったが、つマリリアンの一声で現在の名前になった。その代わりにミッキーの恋のライバルであり、ミニーマウスの幼馴染みとしてモーティマーマウスが登場する。恋人はミニーマウス。愛犬はプルート。おいっ子にモーティーとフェルディがいる。実際の第一作はチャールズ・リンドバーグにちなむヒット作。 フィリックスのノンストップ飛行のパロディ、プレーンクレイジー、飛行機橋である。第2作は、ギャロッピングがうちょ。どちらもサイレントで配球ルートも得られず全く相手に、されなかった。1928年11月18日、第3作アニメーション映画、蒸気船ウィリーがトーキー成功。当時ウォルトが声優を務めていた。その後映画は、シリーズ化され、 ミッキーは一躍人気キャラクターとなった。1939年、ミッキーの寮は、楽しい子をキャラクターデザインが変更された。それまでは、黒目がちであったが、この変更により白目がついており、黒目が小さくなった。また、眉毛もなかったが、表情がつけにくいため、眉毛がついた。また、別れの挨拶の時には、シーアリアルスーンとよく言っている。 1978年、ミッキーマウスは架空のキャラクターとして初めて、ハリウッドウォークオブフェイムにその名前の刻まれた星形のプレートを設置された。そこには、ウォルト・ディズニー、白雪姫、ミニーマウス、ドナルド・ダック、ディズニーランド・フィフティース記念などのスタープレートもある。フィフティース記念のものには、特別に普通のスタープレートにはない、お城のメダルが埋め込まれている。 ディズニーは、オズワルドの版権をユニバーサルに奪われた経験を受け、それへ移行知的財産権と、他者からの侵害行為に厳しくなり、特に筆頭キャラクターとして、ミッキーマウスの著作権は、厳正に下されている。アメリカ合衆国の著作権法は、皮肉の意味を込めミッキーマウス保護法とも呼ばれており、そのような体制を批判する団体や、企業もあるが、ミッキーマウスおよび他の、 キャラクター名や作品名も含め一律に商標として保護され、半永久的に保持できるため、たとえ著作権が切れたとしても、その他の知的財産権が残るため、商標権に定触するような使い方には、無断ではできない。なお、商標権の侵害となるのは、商品の目印となる使い方であり、例えば商用目的であろうと著作物の代号については、 商標権が行使できないため、ミッキーマウスを第五に含んだ作品の販売は、商標権の侵害には当たらず自由である。また作中でのミッキーマウスの登場など、商品の識別にならないような使い方ならば、商標権の侵害になるとはない。商標権があるから、商用目的で一切使えないというのは誤解である。著作権は国ごとに保護期間が違うため、 日本では1953年以前の映画で団体名義の場合著作権が有効なのは公表後50年である。なお、アメリカの戦前作品は戦時加算により約10年を延長されている。ミッキーマウスが初登場した蒸気船ウィリーは保護期間が1989年の前後に終わっていると推定される。日本では実際にファンタジア、ダンボなどを アプロック社がパッケージにパリックドメインと明記した上で販売。ディズニー社は法令遵守で厳正なことが評価されているため、各国のコンプライアンスに重点を置いており、アプロック社がパッケージにする際もディズニー映画を出しているブエナビスタ社に事前に出す胸を宣言した。やめてくれと言われなかったと証言している。ウォルトディズニージャパン社は 著作権に関する方針や見解は公表しないとの方針をとっており、自社のウェブサイトでもキャラクターや作品に対する知的財産権の方針を明確にしていい。日本にミッキーマウスが紹介されたのは蒸気船ウィリーが公開された翌年の1929年のことで、半和電気鉄道、現在の JR 半和線が1935年頃に発行した 典型の楽園砂川遊園、1940年閉園、パンフレットのキャラクターに用いられていた。日本オリジナルのミッキーマウス関連の楽曲として、1934年には、ミッキーマウスの結婚、作詞、佐伯孝夫作曲、加藤忍か、平井恵藤山一郎、1935年頃には、ミッキーマウス、歌、望月誠などが発表された。 寝年だった1936年には、ミッキーマウスを描いた年賀状などのハガキが見受けられており、都市部ではかなり知名度が高かったと思われる。その後寝年にちなんで2008年の年賀ハガキにミニーマウスと共にデザインとして印刷された。また、この年の元旦の大阪朝日新聞には、ミッキーマウスが描かれた味の素の新聞広告が掲載された。 慶応義塾大学の旧マスコットキャラクターであった。1983年に東京ディズニーランドが開業する以前は日本でのディズニーキャラクターの人気はミッキーマウスよりバンビやピノキオの方が上だった。1988年慶応線一部開業第2期の式典にゲストとして招かれた。1997年秋田新幹線開業の時には ミニーマウスも連れて式典に来た。日本のディズニーチャンネルはミッキーマウスの誕生日に合わせて2003年11月18日に本放送を開始した。ベルサイユ宮殿の庭園を上空から見ると庭園がミッキーマウスの顔の形に見える。日本で衛星写真の映像を見た人の指摘で判明した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。 クリックしてください。